新座市の一戸建て住宅売りたい、岩崎正弘と申します。メッセージとお手紙ありがとうございました。ぜひ売りたいです。で、今でも現地に、身内の姪っ子が住んでるかどうかは、確かめてないんですけど、早く出て行ってくださいと、姪っ子の母親に言ってやるんですけど、なんか引っ越し資金がないのでしょうかね。まだいるのかどうかわかりませんが、とにかく早く売りたいですね。はい。で、今日は、お手紙、も届きましたので、前は、あ、今日はお手紙の中に石鹸が入ってました。ありがとうございます。で、以前は、五円玉もいただきました。五円。はい。映ってるでしょうか。五円玉の封筒。お手紙、何回も手書きのお手紙いただきまして、ありがとうございます。はい。早く売りたいんですけど、これは現地一戸建ての写真ですね。はい。ということでよろしくお願いいたします。では失礼をいたします。